平成30年度第1種電気工事士筆記試験問題解説の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回は解説動画の丸2ということで問いの11から問いの20まで解説したいと思います。まず問いの11として、巻き上げ荷重 W kN の物体を毎秒 V m の速度で上げているとき、この巻き上げ用電動機の出力を表す示す式はということであります。まず、ワットというのはこれは、ジュールパーセックですね。1ジュールを1秒間にがワットですね。そして、ジュールというのはこれはニュートンメーターを表しております。ということはこの W と V、この V はメートルと書いてますけど、これは毎秒 V ということですから、これは V、メーターパーセックを表しています。つまり W と V をかけることによって、これでワットが出てくるんですね。そして、キロがついてますから、W と V をかけることによって、これでキロワットになります。そして、効率が N% ですから、これは N 分の100をかけることによって、キロワットが表せるということになるわけであります。ですので、P イコール WV、これでキロワットですね。かける効率分の100。これで、最終的なキロワットが出せるということであります。ですので、これは E が正解です。少々長く説明しましたけども、これは電動機応用という分野で、非常に重要なものになります。ぜひこれは押さえておいていただければと思います。では続いて、12番。変圧器の鉄損に関する記述として正しいものはということで、鉄損というのはイメージとしては鉄心で発生する損失で、最も代表的なものとして渦電流損とヒステリス損があります。それ以外にも、鉄損はあるんですけども、基本的には鉄損は、ニアリーイコール、渦電流損プラス、ヒステリス損。これを足したものであるというふうに思っていただければいいと思います。そしてこの鉄損の大きさというのは、これは、F 分の V 事乗に比例いたします。周波数が高くなると鉄損は小さくなって電圧は2乗ですね。電圧の2乗に比例するということになります。ですので、この中で正しいものというと、一次電圧が高くなると鉄損は増加する。これが正しいということですね。他はすべて間違いということになります。続いて13番です。蓄電池に関する記述として正しいものは、まず、鉛蓄電池の電解液は気硫酸。これが正しいということになります。他のものはすべて誤りで、少々難しいものとしては、アルカリ蓄電池の放電の程度を知るためには比重を測定するとありますが、これは鉛蓄電池に言えることです。鉛蓄電池は気硫酸なんですけども、放電が進むと水に変わっていきます。ですので、比重が1に近づいていくということですね。アルカリ蓄電池の場合は電解液の性質は変わりませんので、比重は変化いたしません。なお、蓄電池に関しても、最優先で覚えておくというのが、起電力ですね。鉛蓄電池は約 2V。アルカリ蓄電池は約 1.2V です。そして、リチウムイオンバッテリー、リチウム電池は約 3.2V というふうに覚えておきましょう。続いて14番。こちらはバスダクトになります。もうこれは覚えるしかないんですね。ただこれはですね、かなり難しいです。この写真でバスダクトというのは今まであまり見たことがありませんので、かなり悩むと思います。これは外側なので、この外の、このカバーですね。これはカバーになっていて、開けられるところを開けますと中にこの銅のバーが3本入っているといった状態になります。続いて16番。これはモールド変圧器の矢印部分。こちらですね、二次端子になります。
1時か2時かどこで見分けるんだというのは、ポイントはまずこの金属の板、これが端子なんですけども、これが大きいことです。変圧器の二次側というのは電流が非常に大きくなりますので、この金属の端子部分がかなり大きくなります。逆に外子は小さいですね。絶縁は小さくていうので小さくなります。ちなみに一次端子はおそらくここですね。ここが一次端子になります。続いて16番、有効落差 100m、 使用水量920立方メーターパーセックの水力発電所の発電機出力はということで、水車と発電機の総合効率、これはイーターといたしましょう。これは 85% ということですね。これは式としては P イコール 9.89H イーター、これで計算されます。入れますと 9.8 かける水量が20かける 100m かける効率が 0.85。 ちなみにこの計算で出てくるのはキロワットです。メガワットに直しますので、最後に10のマイナス3乗いたします。そういたしますと 19.6 ニアリコールですね、かける 0.85 ということになりますね。まあ、そうするとおよそ 16.7 だろうと、まあ、いうことになるわけであります。続いて17番、気力発電所の再熱サイクルですね。再熱サイクルというのは、高圧タービンで使用した蒸気を一度取り出して、ボイラーで再熱器で再度温度を高くしていることを言います。これが再熱サイクルですね。 A がボイラー、 B はこれは加熱器です。ちなみに加熱器の加熱はこちらですね、過ぎた熱、これが加熱器ですね。加える熱ではないので注意いたしましょう。そして C が再熱器、 D がこれが複水器であります。そうすると A がボイラー、 D が複水器ということで、もう歯ですね、こちらになるわけであります。続いて18番、ディーゼル機関の弾み車の目的として正しいものはと。ディーゼル機関はエンジンを使用しております。車に乗る方は分かると思うんですが、エンジンは振動いたしますね。つまりあれは滑らかな回転ではないわけです。電気というのは、きれいな波形を取り出す必要がありますので、回転を滑らかにする必要があります。ですので、フライホイール、弾み車というのを利用して、回転のムラを滑らかにするというのが必要になります。ですので、これは2が正解です。ただ、それでも実際のタービン発電機に比べたら波形は汚いですので、絶対にディーゼル発電機の電気とタービン発電機の電気をつないではいけません。まあ、もちろん、位相差もありますので、動機を取らなければいけないという点もありますが、波形的にもつなぐことはできません。続いて19番。送電用変圧器の中性点設置方式に関する記述として、誤っているものはですね。これは、誤っているものということは、これは、歯が誤りですね。抵抗設置方式は、チラク故障時、通信線に対する電磁誘導障害が、直接設置方式と比較して、これは小さいです。なぜ抵抗設置をするかというと、このチラク電流を小さくするためにやります。チラク電流がたくさん流れると、通信線に対して電磁誘導障害が発生します。これが最も大きいのが直接設置ですね。ただ直接設置は27万5千や50万ボルトの架空送電線で使用します。通常これらの架空送電線というのは周りにあまり人がいないようなところにやりますので、通信線に対する誘導障害はあまり問題にならないんですね。逆に街中ですと誘導障害が非常に影響が大きいですから、非設置や場合によっては証拠リアクター設置と違いますね、設置方式を採用するのが最も一般的であります。ちなみに2の証拠リアクトル設置というのは、チラク電流は最小になります。非設置よりも小さいです。これは、雷の多い地域の6万6000ボルト等の送電線で使用します。
これは送電線路の対地性電容量と並列共振するようなリアクトルで設置する方式で、地絡電流は最小になります。並列共振ですので、インピーダンス、リアクタンスですね、リアクタンスが無限大になりますので、最も地絡電流が小さくなります。その代わり異常電圧が発生いたします。最後20番、ゼロ層変流器と組み合わせて使用する経電器。ゼロ層変流器ということは、これは I0、ゼロ層電流を検出します。ということは地絡ですね。ですので地絡経電器ということになります。少々長くなりましたが、これで問いの11から20番まで解説をすべて終了になります。見ていただくと分かるように、かなり難易度の高い知識問題が出題されております。一種は知識だけでも非常に広範囲を勉強しなければならないので、かなり大変になります。来年度受験される方、早めの対策を心がけましょう。今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。